林間学校、または林間学者、林間学習とは、小学校や中学校などで、春から秋にかけて山間部や、高原の宿泊施設に宿泊し、ハイキングや登山、博物館見学等を行う、学校行事の一つで、校外学習としては、規模の大きい活動である。学習指導要領においては、特別活動の学校行事で、遠足、集団宿泊的行事に位置づけられる。 同様な行事に臨海学校、修学旅行などがある。夏の季語。19世紀中頃のヨーロッパでは、長期休暇中に巨弱児童を自然が豊かな場所へと引率して、そこで数週間の生活を送らせることにより健康の増進を図る招致が活発となった。これはドイツ語でフェリーンコロニーと呼ばれ、日本語の直訳では休暇受落となる。 医学士屋の杉浦森国によれば、このフェリーンコロニーが日本に最初に紹介されたのは1888年のことで、当時、ベルリンに留学中の瀬川正俊氏が、辻新寺宛の所管で、ドイツの学校衛生事情に関して研究したのが始まりとされる。その後、瀬川や衛生学者の坪井次郎らが貧困家庭の虚弱児を対象とした事,事業として、 フェリーンコロニーを周知するとともに、結核予防の観点から日本への導入を求めた。1910年代初頭には、フェリーンコロニーは、下記休養団や、秘書保養所といった名称で、いくつかの小学校で実施されるようになっていった。1910年代中頃からは、フェリーンコロニーと同時期に、日本に紹介されていた、ワルドシューレの訳語である、林間学校の故障が定着した。 ワルドシューレは巨弱児を守るため森林に建設された常設型施設で一般の学校と同様に学科も教える現在の病弱児用語学校のような施設である。当初、ワルドシューレは森林学校などと訳されていたが森林学校では農学校と同様に林学でも教えるように見え今度を招くため三島通量が言語の 林のうちの学校により近い林間学校の使用を提案し進めていたものである。この林間学校の後が後にフェリーインコロニーの活動をも指すようになり、広まることとなった。1888年に宣教師で小坂女学館の英語教師であった CT アレクサンダーが軽井沢の別荘に小坂の生徒二十数名を滞在させたが、これが日本における 林間学校の始まりとされている。また1905年には東京市の聖火小学校が群馬県苗木山のふもとに休暇集落を設けている。導入当初の林間学校の目的は巨弱体質の改善を図り競争な体を作ることであり衛生的な理由で行われた。参加する児童は主に虚弱児を対象とした限定的なもので体質改善を主題としたため、 期間は2から4週間と長期であった。また、衛生的な効果を上げるための様々な取り組みを行い、その効果を判断するための身体測定も課されていた。事前事業を謳って導入されたものの、参加には決して安くはない費用を必要としたため、衛生学者たちが目論んだ貧困者は参加できず、実際の参加者は都市部の中産階級の児童が多数を占めた。 やがて、こうした、中産階級の不敬らの意見が入れられるようになり、対象の末頃には、人格等やといった教育的な意義も、林間学校に付されるようになっていった。1938年には、林間学校の施設数は公私率合わせて16、施設に達したが、戦時下では中断された。実施数及び、対象児童数の拡散は、昭和の戦後に入ってからである。 ことに1958年の学習指導要領に、心身の健全な発達などを目的とした学校行事として告示されたことにより、林間学校もその一つとして、各校で広く実施されるようになった。体育学者の星野敏夫によれば、この頃から、繁栄水産やキャンプファイアなどの野外活動の傾向が強まったという。1970年代からは実施施設として、 国公立の少年自然の家の整備、設置が進められた。当時は産業化により都市部が劣悪な環境となっており、結核蔓延の原因となっていた。ありがとうございます。